特任講師の森田です。世界と地域をつなげる対話の研究をしています。きっかけは、中学の時に、24時間テレビだったりとかでアフリカの飢餓のニュースがあったんですね。でそれを見た時に、私はポテトチップスをこう袋に抱えてポリポリ食べながら、なんかあれって思ったんですよ。私はこんなに、あ、また食べ過ぎちゃった、ダイエットって言ってる同じ時に、画面の向こうでは食べられない赤ちゃんがいる。なんでだろう、なんかこう物が有り余ってるはずなのに食べれないとこがあるっていうのがすごく不思議で、だから何かしてあげたいとかっていうんじゃなかったんですけども、どうしてこんなに違うんだろうっていうことを知りたかったっていうのがきっかけだったんですね。で、青年海外協力隊に卒業してから行ったんですけども、大学の専攻の時は、じゃあまずそのお金の流れをちょっと見てみよう、世界でどういうふうにこう富が回っているんだろう、仕組みはどうなってるんだろうっていうのを知りたくって、それで、経済学、国際経済っていうのを専攻しました。もともと語学には興味があったんです。語学で知ると世界が広がるじゃないですか。だからそれがすごい面白いなって思って、その延長線かもしれないですね。中学の時とか高校の時も何になりたいっていうのを決められなかったんですよ。その時の自分の知ってる知識って全てじゃないし、なのでもっと情報集めよう、なんかもっと知りたいっていうので、高校とか大学もその知るために行った。協力隊もそこで何かできるとはあまり思ってなかったので、まずはもっと世界を自分の目で見てみたいっていう思いで、行きました。協力隊から帰ってきて普通に就職はしたんですけれども、協力隊2年なのでどうしても不完全燃焼で終わってしまうんですね。こちらがこう何かやってあげるよりもすごくいろんなことを教えてもらったりとか学んだりとかする方が多かったので、この恩をどっかで返さなきゃいけないっていうので、その後も働きながら海外協力の NGO でボランティアで参加をしたりとかっていう活動をパラレルでずっとやってたんですね。効果系の大学だと本当にもう自分の専攻だったりとか技術っていうのにどんどんこう深めていくっていう方向性があると思うんですけども、そういう学生にこそその技術が社会でどんなふうに使われてるか、自分がそこで誰に役に立てるかっていうことを想像したりとか、いろんな選択肢がこれから出てくると思うんですね。でそういう時にいかに自分がこう社会を広く知れるか、深く知れるかっていうのは今学生時代にすごく大事かなというふうに思います。なのでこの社会貢献活動 の実習は学内じゃなくって地域の方に出て、環境保全であったりとか、子どもたちの健全な育成であったりとか、防災活動だったりとか、共生社会であったりとか、今までなかなか経験してないところ、あるいは気がつかなかったけれども実はこんな人たちに支えられていたんだなっていうのを目の当たりにして、自分がちょっと心が動いたりとか豊かになったり安心できたりっていう経験がすごく大事かなと思っています。今は、中国の留学生と、あとはトルコの留学生来てますね。地域の方がすごく興味を持って、お国はどこなんですかとか、どんなものを食べてるのとか、実習とは別のところでお互いのこう情報共有ができたりとか、そこいいねとかすごいねって言ってくれるっていうので、大学の中の評価軸とは違うものを地域で活動して地域の人が言ってくれることによって、自分を客観視できてるんじゃないかなと思いますね。やっぱりしんどい時もあるじゃないですか。そういう時に仕事以外の、地域の活動だったりとか NPO、NGO だったりとか、また違うグループが自分の中に居場所としてあると、ちょっとそこで休憩できたりとか、そこで元気もらえたりとか、そこのアイデアが本業に活かせたりとかっていうことで、もっとこう自分らしくいられたりとか豊かになれるのかなっていうのもあるので、そういった意味でもね、いろんな活動あるよっていうのを学生時代に知るっていうのは面白いんじゃないかなというふうに思います。先生楽しんでます。里山の活動とかでこう畑に入ったりするんですけども、先生の方がなんか一生懸命もうちょっとやるみたいな感じでやったりもしてます。そうですね、私もすごい悩んでいたので、専攻してるのが、開発学っていうところなんですけども、その開発学自体はその貧困とか格差とか世界のいろんなこう不均衡っていうことをまあ考える学問なんだけども、その大元になるのはやっぱり人間観なんですよね。こう人間とは何かっていうのを捉えながらする。で私よく授業でも言ってるんですけども、人間って種、ほんとちっちゃった種がみんな種だと思うんですよね。太陽が当たったりとか、十分なお水があったりとか、豊かな土壌があって、それでやっと種が芽が出て花が咲いて実がなる。
でその花が咲いたり実がなったりするのは多分その種それぞれの個性があるから一緒とは限らないんだけども、でも少なくともどこで生まれても、どんな状況でも男でも女でもちゃんと芽が出るくらいの環境整備はやっぱりあった方がいいよねっていう考え方が一応開発学の、基本であるんですよね。でもこれは実は多分別に途上国だけじゃなくって、今生きる私たち、学生の皆さんも同じだと思うんですよね。かといって自分の可能性は一つではないと、こんな自分もあったかあんな自分もあったかっていう多面性があって当たり前だと思う。だから悩みますよね、こっちの自分とこっちの自分どうしよう。でもそれも当たり前だと思うし、それもすごい常に変わっていく、社会も変わるし自分も変わるし周りも変わるし、だから変わって当たり前だなと思いながら、でもそれでもちょっと一歩出てみるとまたなんかこう景色が変わったりとかするし、自分の思いも変わったりするし、そこでまたこう広がるものもあるので、なければならないって思うことは全然ないし、遅いも早いもなくて、今自分がここで、こう感じてるな、じゃあとりあえずそこに一歩出てみようっていうちょっとした勢い、自分の中のエネルギーを、大事にするっていうことをすると、気がついた時に後ろ振り返ったら、あ、これが自分かっていうのが見つかるんじゃないかなというふうに思います。私もまだまだこれからどうしようかなって後ろを振り返りながらいっぱいある自分をどうしようかなっていうふうに思っているので、一緒に、ね、そういうのも相談しながら、話しながら、そうするとまた違った世界が見えてくるんじゃないかなというふうに思います。